意思決定には常にチャレンジが伴うと思っています。私が意思決定する基準はそれがチャレンジングなことかどうかです。ジャイアンツに入ってからは長嶋監督に再三言われていたことがあります。それは松井、お前はジョーディマジオみたいな選手になれという言葉でした。彼は4番センターでした。1999年、その年のシーズン終了後、私はアメリカに渡りました。ジョーディマジオがプレーしたヤンキースタジアムでプレーオフを観戦するためです。 JFK 空港に降り立ち、真っ赤に染まった秋空を見ながら、ブロンクスにあるヤンキースタジアムにタクシーで向かいました。スタンドで観戦していた私は胸の高まりを抑えきれませんでした。メジャーリーグに行きたいとは誰にも相談しませんでした。そして長嶋監督に初めて4番を打たせてくださいと直接伝えました。今まで一度も口にしたことのない言葉でした。巨人の4番は重責を伴います。自分で志願して打てないなんてことはあってはならない、その意思決定をしたのです。その後ジャイアンツを去るまで一度も4番の座は他の選手に渡していません。自らの体験こそが自分の感情を刺激し、思考させ、行動に移させると思うのです。